キラキラと眩しいほどの衣の照りと軽やかさ、さすが葉山、腕は確かだ。嘘だ、何これ。口に近づけるだけでスパイシーな香りがじんじん響いていただこう。この鼻にピリリと抜ける辛さはブラックペッパーに含まれるピペリン、パプリカパウダーを加熱したことで生じたピラジンの香ばしさと相まって風味の土台になってる。熊肉の獣臭さを打ち消しているのはタイム。シャープでツンとした香りの成分チモールが作用して、それからカイエンヌとオレガナの、もうダメ、理性なんか嘘じゃん。もう絶妙、熊肉の匂いは全て強烈なうまさへと変貌している。複雑に構築されたうまみと風味の重層感、これは間違いなく幸平相馬の品を凌駕している。ケージャンスパイスは当然ながらマリネする際スパイスグラインダーで潰して香りを立てたジュニエブルも使用している。噛めば噛むほど上質で甘さすら感じさせる熊の風味が怒涛のごとく広がっていくはずだ。雪平殿はあえて匂いの強い部位を投入しゴミ師で熊の風味を引き立てたというのに、それでも足りないとは。葉山のスパイス使いがそこまで差をつけるほど高次元ということか。香りってのは人間の鼻でも数千から一万近くもの種類を識別できると言われてる。俺はこの料理でそれに働きかけただけだ。よく言うよ、葉山の超嗅覚とセンスがなければそんな皿作り出せるわけないでしょ。さあ終わりだ。